大好きなさ、ジェムリーズシリーズにね、サンリオが来て、お、サンリオ来たのかと、ジェムリーズシリーズ、ラインナップ見たら神だった。ラインナップに、まずはラインナップの画面を見た。もう、いるんだわ。チラリズム、ちょっと待って、開けてラインナップの画面を、ちょっとフィルムがね、ちょっと大変。だけど、よーく見たらミシン目がね、こうあるから、これミシン目に沿ってこう開けると。いや、やばい、すげえワクワクするな。前回のポケモンのヤドンの時もすごいワクワクしたんだけど、今回それ以上に、うわぁ、めっちゃ、これがね、宝石のね、宝石の、なんだ、セッティングする場所になるんだよね。これフィギュアだけでもすごい可愛いでしょ。しかしこのジェムリーズシリーズは、なんと毎回言ってるけど、俺、毎回同じこと言ってるけどさ、これケースになるんだよね。ほら、ここにね、あの宝石指輪とか引っ掛けたりとか、あとこの中になんか、もう別に何使ってもいい、自分の自由に使えるケースになると、蓋も閉めれるしね、あの蓋。しかしながら蓋を閉めるとね、ちょっと見にくいんだ、ほら。ちょっと見にくくなるけど、まあ、蓋を閉めることによって、まあ、落ちないっていうね。まあ、今は蓋開けて飾るけど見にくいから。でもってね、お次が、このピンク、まあ、赤から、まあ、ピンクっぽい、ドゥルっていう、もう見えてるけどね、マイスウィートピアノが入っているこのカプセルを、いや、あの、ミシン目ね、めんどくさかったら、こう、下から開けてもいいわ、こう、カッターで、あのね、ミシン目探す、これ結構イライラするよな。ミシン目が見えねえんだよ、マジで。だから、あの、そういうね、あの、早く開けたい人はね、下からカッターでこう穴開けて、こういう風に開けてもいいんじゃないかなって。いや、マジミシン目見えねえ。これ見える、ミシン目下から開けた方がね、あんまりパワーでやったら割れちゃう、壊れちゃうから、おー、ちゃんとカッターだけで。マイスピードピアノ、さっきのがシナモロールのね、ミルクパーカーってやつなんでね、ミルクパーカーバージョンのこのシナモロールで、これはマイスピードピアノと。おー、どっちも可愛いね。やっぱサンリオのキャラはみんな可愛いんだよな。しかしその中でもダントツの可愛さのさ、もうラスボスが今回いてさ、もう泣いてよね、ほんとちょっと。え、マジ来たの？ジェムリーズに来たの？みたいな。お、かわいいでしょ、これダブル。シナモロール、ミルクパーカーバージョンに、マイスウィートピアノ。ダブル。でもさ、この子ちょっとかけにくいかもね。かけられるところが少ないが、シナモロールのこのね、この耳のところにかけられるし、指輪はね、こっちちょっとかけるところが少ないから。この子がね、この、黄緑のカプセルに入ってるのが、おー、いた！おしゃっこ。あの、ハッピーダンブイで一番ランキング高いよね。ハッピーダンブイの中では、一番、いや、ハンギョの1位にしてるマジで。この時点でめちゃめちゃ見て。めちゃめちゃ可愛いもん。ポチャッコ。これね、ストリートバージョン。なんかちょっとストリート、ブレイクダンス系のなんかダンスを踊ってるのかな。セッティングの向きは、まあ、穴ここだからこうか。やっぱりあの、ブレイクダンス踊ってないこれ。ポチャッコ、ブレイクダンス。ストリートバージョンのポチャッコ。かわいいね。マジストリートって感じすんね。ブレイクダンス踊ってると。ストリートダンスポチャッコ。で、ここまででも、マジめちゃくちゃかわいいでしょ、みんな。シナモロール、ミルクパーカーバージョンに、マイスウィートピアノ。で、ポチャッコのブレイクダンス、ストリートバージョン。で、ここがもうラスボスなんだけどさ、もうこの色。あれ？この色といえば、やつですよ、やつ。あ、やべ、カッター使うの忘れた。いや、カッター使うのね。もう俺、この子、うおー、いったー。もうこれが欲しいがために買ったっていうのもあるよね。全種コンプセット。まあ、どうせならコンプしたいなと思ってゲットしたけど、もうラスボスはね、この子でしょ。だな、今回のジェムリーズ。ジェムリーズのシリーズ。これ、あの、耳にかけるんだよね。シナモロールのミルクパーカーバージョンに、マイスウィートピアノ。あ、リング頭の上に置けるんだね、こうやってね。で、ポチャッコのストリートバージョン、この足のところにかけたりするんだね。で、ハンギョと、シークレットでしょ、これもう。このまま飾っても OK だし、蓋を取って飾っても OK。どっちでもね、自分の好きな方で OK と。で、カプセルを組み立ててキャラクターの、腕や足にアクセ、腕や足がちっちゃくて見えないんだけどさ、耳や手にアクセサリーをかけるとジュエリースタンドになりますと。トレイにはクリップなど文房具を入れても便利ですということで。いいね、いいね。いろんなもの飾りたい。っていうかもうこれだけで嬉しいよね。もう俺たちハンギョドンファンはさ、これだけで、うおー、めちゃでけえ、めちゃでけえ。かわいいわ。やべえ。かわいいわ。ちょ、これかわいすぎるだろ、これ。完璧すぎない？ハンギョドン、どのアングリングから見てもハンギョドン。かわいすぎる。完璧でしょ、このハンギョドン。で、ハンギョドンももちろんね、この、
ケース、トレイって言っていいかな、トレイがあるから、こういうセッティングして飾る。いや、これ水入れたいね、水。これレジン入れてさ、魚セッティングして湖にしてもいいかもしんないよね。オリジナルの、ね、ディスプレイ。あ、いいね。で、あの、大好きな冷やし中華とかもここにセッティングしてさ、さゆりちゃんもセッティングして、めちゃくちゃ可愛いな。え、最高だね、今回この半魚の。みんな今、このサンリオのジェムリーズに半魚の着てるから、ぜひね、みんなもゲットしてみて。すげえ可愛いよ。やっぱり、他のメンツも可愛いけど、やっぱハンギョドンがナンバーワンだな。ハンギョドンダントツもこのまま飾っても OK とケースに入れたままね。しかし、とっても OK! ダブルで楽しめるハンギョドン。ということで今回はジェムリーズの、サンリオのジェムリーズのね、ハンギョドンたちの開封レビュー動画でした。みんなもぜひゲットしてセッティングしてみて。すげえ可愛いぜ。ただ実際使えそうなのはポチャコとシナモロールだよね。上にこう引っ掛けるところが多いから、ハンギョドンとかさ、ピアノちゃん、マイスイートピアノ少ないから、こいつら頭ちょっとハゲてるっていうかね、ヒレもあるけど、ツルツルだからさ、かけにくいところが、実際使うとなると、やっぱ引っ掛けるところが多い方がいいよな。いや、めちゃ可愛かったな。第2弾でもハンギョドンぜひ、来てほしいね。めちゃめちゃ楽しみに。あと、バットも集まるとね、ケロッピ。いや、楽しみだね。ピックルも欲しいし。今回はさ、このハピダンブイのメンツ、この2人だけだったけど、他にもケロッピとかバツマルとかね、ペックルとかもいるから、タキシードサムとかちょ、欲しいよね。待ってるわ。次の段で来ることをね。で、どんどん並べていこう。すげえかわいい。いや、ハンギョドン、もう一回ハンギョドン見て終わろうぜ。ハンギョドンバイバイである。一周回ってハンギョドン。一周回ってバイバイである、ハンギョドン。最高に可愛いな、これ。たまらんね、ハンギョドンね。